こんにちは、たくみクラフトと申します。今日はヒュース&ケトナーのチューブロトスフィアのレビューをしてみたいと思います。早速クリーントーンです。オンにしてみます。はい、こちらの機種はロータリースピーカーシミュレーターですね。で、簡単にロータリースピーカーのスピーカーの説明をざっくりとしておくと、回転する、音の出る方向が回転しているスピーカーで、スピーカー自体は回転してるわけじゃなくて、その音の出る方向の口だけが回転してるんですけれども、それを回転させることによって、ドップラー効果、音が近づいてきたり遠くに離れていったりとかっていうドップラー効果で音程が高くなったり低くなったりするっていうことを利用してコーラスみたいな揺らぎを、出すっていうエフェクターです。エフェクターというか、まあもともとその実機はスピーカーなんですけれども、そのシミュレーターで、その効果を狙った、エフェクターっていうことですね。はい、でこちらのチューブロトスフィアはアナログの、ロータリースピーカーシミュレーターです。昨今結構デジタルの機種が多いですけれども、これだけ大きいサイズなのでアナログになっています。で、特徴としてはやはり真空管ヒュース&ケトナーのお得意の真空管が搭載されていて、真空管による、温かい歪み感をちょっと足すことができるっていうのが特徴ですね。ちょっとドライブの部分を後にして、まず先にそのロータリースピーカーの方、シミュレーターの方の紹介をしたいんですけれども、この一番右のフットスイッチで、スピードファストとスローの切り替えができます。今ファストの状態ですが、押して赤い LED がついく と、スローの状態です。こんな感じで、揺れの速度がゆっくりになります。で、この右のつまみなんですけど、ローターバランスっていうもので、スピーカー普通、ロータリースピーカーというのは保温側のスピーカー、高音側を出すスピーカーと、あとドラム側のスピーカー、低音を出すスピーカーに2層に分かれていて、それのバランスを調整するつまみですね。で、左に回すと、ロー側、ドラムスピーカーなので低音が強調されていく音になります。9時で12時純一の状態が、一番バランスよく普通の本来の、ロータリースピーカーのにマイキングしたような音をシミュレートしている状態っていうことになりますね。で、3時こっちに回すにつれてどんどん高音が強調されていきます。はい、こんな感じです。で、真ん中のフットスイッチが、ブレイカーっていうスイッチで、これはファストの方が分かりやすいかな、スピーカーの回転を止めるスイッチですね。
踏んでる間ブレイクっていう感じで、ロースピーカーの回転が止まって、揺れが止まるっていう感じです。でこれは、アンラッチのモーメンタリー式のスイッチになっていて、踏んでる間だけ効くスイッチになっています。なので踏んでる間だけブレイクっていう感じで操作することができます。で一番左のフットスイッチがエフェクトのオンオフのスイッチになっています。でここのつまみがアウトプットレベルで、一番左がここが特徴的なドライブのつまみなんですけど、入力のインプットゲインを、兼ねていて、一番左に回し切りだと音が出ない状態で、上げるにつれて入力のインプットが上がっていって、んですが、ちょっとアウトプットレベルを3時くらいまで上げると、このチューブサチュレーションっていう LED が光るんですけども、これが光ると、オーバーロードして歪みが加わってるよっていう、サインですね。そんなに大きい歪みじゃないんですけど、ナチュラルなドライブ感というか、でマックスまで上げると結構歪みます。これが結構自然な、歪みで、気持ちいい、うまくそのロータリースピーカーの揺れとマッチしてとても気持ちいいサウンドが、出ますね。有名なビートルズの曲のソロなんかでも使われてる、多分本家は実機のロータリースピーカーを使ってると思うんですけども、エフェクト、ビートルズでも使われてるエフェクトですね。で、スピード、この機種はですね、この揺れのスピードを 変更することが、つまみで調整することはできません。ファストとスローの2種類しかなくて、調整が効かないという点はあるんですが、まあロータリースピーカーの、実機に近い気持ちいい速さっていうのを、シミュレートしてくれているので、まあ困ることはそんなにないかなという感じです。実際の曲のテンポに合わせてというか、厳密に調整したいっていう人には向いていない機種かもしれないんですけど、その場合もっとデジタルの、調整が、スピードの調整ができる機種は結構出てるので、そちらの方がいいかもしれませんが、この機種は特にその本当に真空管のドライブの感じがとても気持ちいいので、絶妙なコンプ感が、そういう音を狙っている人にはとてもいいエフェクターだと思います。そしてちょっと端子の説明なんですけども、ここにちょっと後ろの端子が、ステレオインアウトになっていて、アウトプットインプットそれぞれステレオ で、インライトレフトできるようになっています。そしてこのリモートのスイッチで、スピードのファストスローの切り替えを別の、フットスイッチを接続して行うことができます。
あと、モード切り替えっていうのがあって、ギターのモードとキーボードモードっていうのがあって、おそらくこれインプットゲインの調整だと思うんですけれども、インプットゲインがキーボードの方が大きいので、そのに合わせて、調整してくれて、歪みの具合を、合わせてくれるっていう感じになっています。それでは、以上になりますが、今日はヒュース&ケトナーのチューブロトスフィア、ロータリースピーカーシミュレーターのレビューでした。よろしければチャンネル登録、ツイッター、インスタグラムのフォローもお願いします。以上、たくみクラフトでした。